この前の動画で、はい、芯に当たるのと、うん、曲がるのは別だって言ってたじゃん、うん、言ってたね。そう、俺がもう長くなるからいいって言ったやつだから別で撮るんだけど、日を改めて、うん、なんか別だって言ってもなんか一緒にさ、うん、やってるような感じしちゃうよね。平井宏明のワンナップゴルフ。会心食って、うん、OB 打つこともあるし、うん、ヒール食って塔に当たって、うん、要は芯を外して、うん、ヘアウェイ止まんないこともあるし、うん、ああそっかそっか、そう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 、で結局その、まあ、タイミングなんだけどね、うん、インパクトのね、うんうん、タイミングはどっちなの、芯に当たるかどうかってこと。タイミング、タイミン グ、そうそう、芯に当たるで、そのフェイスアングルっていうのは調整だから、そのあれで曲がる曲がんない、そう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 、はいはいはい、ざっと言えばフェイスアングルもタイミングなんだけど、うん、要は向かせようとした時の時間だからさ、タイミングだから両方タイミングになっちゃうんだけど、うん、でもインパクトっていうのはシャフトのしなりとか、うん、その自分の振ってるスイングスピードに対してのパーンって弾く場所だから、うん、そうだから、それがボールの芯のところにこう戻ってきたら、うん、タイミングはバッチリだよ。でもそのフェイスアングルが合ってなかったら、そのずれた方向に度外視に食って飛んでっちゃいますよっていうこと、うん、それはさ、どっちが先なの、やるの、うん、その練習したり上達していくのに芯に当たる方が先なのか、まっすぐ行くのが先なのか、それともどっちも同時なんだよなのか。なんとね、人それぞれなんだけど、環境かもしれない、周りの。へえ。例えば俺はまっすぐ行かす方が先だったの。あ、そうなんだ。要はフェイスアングルの方が先だったの。はい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 。それは周りにそういうタイミングだけバチッと合わせて、うん、まずは飛ばしてっていう人がいなかったから。はあ。だからそういう方向にたまたま行かなかったっていうだけ。うん、でも周りに、うん、とりあえず最初飛ばしてからコントロールだよっていう人がいたら、多分タイミングを優先して芯に当たるようなタイミングにしてからコントロールになってった人は多分いるんだろうね。うん、レッスンしててはどうなの？その教えるときに、うん、じゃあまず芯に当たる練習をしましょうとか、うんうん、曲がらないようにフェースをやりましょうって多分言って説明してないじゃない？その人を見てさ、うん、レッスンするときに。俺は、うん、両方知ってるから同時なの。うん、同時にやらせる。同時にやらせる。でも同時とは言わないし。そうだよね、そうだよね。そう。まあまあ近いところもあるから、あれか、片方良くなれば同時に良くなったりとか。そうそうそう。本当ね、両側から通っていくから。あ、そうだよね。ちょこ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 って。あ、なるほどね。あのすごい、こういう小さい穴に、なんか棒突っ込んで、こう、ちょっとずつ向こう側に。そうそうそう。通す感じね。そう。本当そういう感じ。片方だけじゃないってことね。揺らしながら進めていくというか。そう。これはあくまで個人的な感想ね。うん。ゴルフ人生って、うん、めちゃくちゃ短いわけ。うん。例えば、大学終わってから、うん、社会人になって始められた方なんかは、うん、20歳過ぎ22歳ぐらいから、50歳ぐらいまで、やるとするじゃん。うん。しかも30年間。そうだね。まあもっとやるとしても、そうだけども、うん、自分の体が言うこと聞くっていうのを前提に入れたら、もっと短いと思う。うん、そうだね。うん、だから、ショートスパンの中で、10年でも長いっていう人はないんだろうけど、うん、俺の考えでは、思うように動けるっていう範囲は短いから、うん、その中で、じゃあ、先飛ばして、うんで、その飛ばしたものをコントロールして、うんうん、それを身につけるまでって3段階クリアするのに何年かかるかわからないから、うん、俺は先にコントロールで 1000% 良かったって今でも思ってる。コースの距離は決まってるし、うん、長いと思うんだったら白マークから回ればいいだけだから、わざわざバックティーから回らなくても、うん、だからその辺は、俺は先コントロールで良かったな。飛ばそうと思ったことが本当に自分のゴルフ人生の中で、うん、ほんのちょっとしかないからね。ああ、そう。うん。だから、その飛ばしに欲があんまりなかった。それよりもこう精度を磨いた方がよっぽどいいって思ってた時だったし、それが通用した時代だったからっていうのもある。今のゴルフは多分それが通用しなくなってるから、あ、そう。うん、飛ばしを入れていかないと戦えない。くなってる、うん、だからその辺は俺はタイミングは
まあ良かったな、うん。自分のゴルフスタイルと時代がね。うん、でも芯食って曲がってる方が直しやすいは直しやすい。あ、そうなんだ。うん、結局ね、芯食わなくてもまっすぐ行ってゴルフになってると癖が強い。うん、調整してるから。あ、そうか、そうか、そうか。で、その調整は本人しか知らないのに、やってるつもりないって言われちゃったら、もうどうしようもない。それ多いんだけど。だからそこを、一個一個ネジを外して、オーバーホールしていかなきゃいけない。へぇそう。だから、時間が足んないんだよね。まあ、難しい部分もあるんだけど。それは、あれ、なんていうの、曲がりを気にしないで、振ってよって言っても振れないってこと？ずっと。それもある。それもあるし、その、芯食おうが、うん、ヒール食おうが、塔に当たろうが、ま、うん、っすぐ行かせる技術を学んじゃってる動きをしてるのね。だから、言っちゃうが言い方悪く言えば、素直な動きはしてないのよ。うん、素直な動きなの。でもまっすぐ行く。でも自分の思った距離が出ないから、うん、自分のもうちょっと理想の距離まで飛ばしたいってなったら、うん、すごくね、険しい道になる。そうなんだ。それはあれ、距離が伸びないの？芯を食わないから。そうそうそう。飛びづらい。あとは、アイアンの縦距離のブレが多い。要は食った時と食わない時と。ま、うん、っすぐは行ってんだけど、縦の幅がね。そうなんだ。振れ幅が強くなっちゃう。ちょっと嫌だね。そう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 。だから、練習場では受けはいい。うん、ああ、まっすぐから、うん、ただ、コース行った時に、対応が難しいんだよね。なかなかこう、調子がいいのに、スコアに結びつかないとか、うん、そういうものが多い。前後が合わないってそういうことだよね。そう。フィーリングがいいのに、ピンに行かないとかね。届かなかったりするわけだ。そうそうそう。あと、オーバーしちゃったり。あそれは、多分、相当経験されて、うん、曲がるのが嫌って強く思ってる方に結構多いのね。だから、フィニッシュが、ここまで行かないで、うん、こうやって調整しちゃったりとか、あそういう方多い。で、ここまでやると曲がるっていう意識が多少なりともある方とかに多いよね、うんうん。思い切ったスイングに見えない方、当てて終わっちゃうとか、うん、そういう方めちゃくちゃ多い。まずは練習場だけでも曲がってもフルスイングをしっかり限界の位置まで回すこと、運ぶことっていうのはすごい大事な、ね、コースの練習しようとか。曲げないようにって思っちゃうと途中で止まっちゃったり、そう途中で止まると自分でもスイングが物足りないってわかるから、うん、その途中で止めちゃうショートスイングの中で力み始めるから、へえ、そういうこと。そうすると瞬間的に力が入ることが多いから、うん、余計に曲がるようになる。そうするとどん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 調整しちゃう、緩めちゃうっていう方の調整、うん、だからどんどんその飛距離が落ちちゃうことが多くて。うん、その殻を破るとすごくいいんだけどね。自分の意思だと意外とできないから、まあ、他人に強く言われるとかそういうなんかきっかけがあると、まあ、そういう転機になる。いや、これ見てる人たちはさ、うん、どう対応してったらいいの？まず自分がどっちか分かんなきゃいけないのか、あとどう動いてるかにもよるんだよね、うん、例えばオンプレーン上に振ってると仮定したら、うん、どんどん力入れてくださいよって言ったらどんどんいい結果になるし、はい、スピード上げたりしたら、うん、だけどプレーンが崩れてる、フェースアングルがずれてる人がスピード上げたら余計に事故は大きくなるから、はいはいはい、まず自分がどういうスイングをしてるかをまず自分で把握することができる、うん、でそこから自分がすごく早く振れててビュンって振り切ってで芯食って曲がってるのか、うん、それとも調整してる意識が自分であるのかとか、うん、どっちタイプなのかをまず自分で分かんない。まずそれを知ることが大事。それこそどこを求めてるかにもよるよね。いつも白マークから回んないし、よくて7、80台、うん、90平均ぐらいで回ってれば全然いいよっていう方だったら、緩めるっていうか振り切れてないのかもしれないけど、うん、軽くポーンって打って調整して、うん、なんとなくまっすぐ行かせてるスイングの方がいるとするじゃん。そしたらそれでいいと思う。常に70台80台高スコアを狙って白マークから常に回るんだったら、うん、多少スイングに張りを持たせなきゃいけなくなってきて、うん、飛距離も確率の問題になるから、うん、飛距離を多少伸ばしてやっていかなきゃいけないから、うん、スイングスピードを上げたりとかね、
そういうものを今度やっていかなきゃいけなくなる。で、今度、白マークじゃなくて、青マークから回る人、ちょっと後ろから、ね、回る人なんかは、なんとなく調整して打つプラス、スイングスピードを上げて飛距離を伸ばす、プラス、確率をどんどん全クラブ上げていかないと、セカンドの持つクラブが長くなるから、うん、セカンドショットの確率が低くなる。そうだね。そう。その、確率をなるべく落とさないために、うん、長いもののクラブセッティングを変えたりとか、うん、長いものをよく練習したりとか、うん、確率を落とさない飛距離にドライバーを持っていくかの、うん、まあ3パターンになっていく。あとはアプローチパターンの精度を上げる、うん。それが一番早いんだよ。アプローチパターンの精度が上がると、うん、ドライバーとかウッドとかアイアンとかを今と同じ状態でもスコアは完全に良くなるから。うん、ああ、はいはいはい。そういうのもあるし、あとはもう青マーク、黒マークがよく回る人なんかは、もうこんな動画見ないけど、自分で多分。そうか。理解はできてる。そうだよね。あとは、より上手い人、自分より上手い人と回ることがすごく重要。自分がその組の対象になっちゃったら、うん、あんま良くない。へぇ、必ず自分よりも上手い人と回ること。とにかく聞くんじゃなくて盗むんだ。そうなんだ。聞かねえんだよ。聞いたら答えてくれちゃうんだろ。答えはいらないの。なんでそうやってんだろうって自分で悩むことが大事。自分で答え出せなかったら、うん、自分の答えになんないんだから、うん、そう、こうやってやって、こういう結果になるからって言われたって、うん、自分バージョンの答えを知らないはずなんだよね。うん、だから、答えを聞くんじゃなくて、もう黙って盗む。それがすごく大事、うん。そういうゴルフスタイルをやってみてください。ほんと変わりますよ。だから、芯食って曲がる人と、まっすぐ行くけども、なかなか芯食わない人と、どっちがいい悪いではないってことがまず分かってもらいたいですよね。両方良さがある。で、両方伸ばしていかなきゃいけない部分があるっていうこと。自分のタイプを知って、どっちの道に進むのかっていうのが、まあ、すごく大事ってことですよね。それを分かっていただくと、これも迷わなくなってくると思うんですね。この辺でお開きとさせていただきます。まあでも、それ以上言えって言われても、なかなかその次が、ご本人がいないとなかなか出てこない。部分で、まあ、ちょっと打ち切りとさせていただきます、はい、気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いいたします。最後にご視聴ありがとうございました。ワンラップゴルフではオンラインサロンをやっておりますが、絶対入らないでください。